皆さん、またお目にかかりました。デモンストレーターの田原英一です。今日ご紹介する三脚はこちら、カーボンマスター733ということで、まあこのカーボンマスターというシリーズとライトカーボンというシリーズ、スリックでは2本立てでやってるということで、比較的装備にこだわったのがこのカーボンマスターシリーズということになるわけですね。先日 JPS10 日本写真家協会が行っているフォトコンテストの展覧会がありまして、そこでまあ表彰された方とお話しする機会があったんですけども、実は JPS10 のスリック賞、まあ協賛メーカー賞がいろいろ出る中でスリック賞ということで商品用意させていただいているのがこのカーボンマスター733ということで、ちょうどその JPS10 の同賞を受けた方だったかと思うんですが、このスリック賞を受賞されたということでね、ちょうど今まで使ってた三脚がちょっと重かったので、カーボンマスターこれがもらえて非常に良かったというお話をされてました。このカーボンマスター733ですけども、重さが 2.1 キロほどということで、この3ウェイの雲台がついた、そしてパイプの太さ、これ25mm、中型が 28mm と言ってる中で 25mm ですから、ちょっと細めではあるんですけども、まあ中古型というかね、小型と中型の中間ぐらいの感じのパイプの太さということで、これでね、ミラーレスのカメラと、まあ交換レンズ、そうですね、200mm クラスであれば十分使えるというかスタイルの三脚ですね。まあこういった実用性が高い製品ということで、カーボンマスター733というのがあるわけですが、これね、今伸ばした状態です。エレベーターを上げますと 1m80cm ということで、実際上げてみますとこんな感じですね。私の身長 178cm をちょっと超えたところまで高さがいくということで、最近のねミラーレスカメラだと背面のモニターを下に傾けて高い位置から撮影するといったことにも使えますし、まあ低い方もね、ローポジションが対応しやすいということで、そしてそのローポジションの対応の前にですね、これ3段式ということで、三脚は3段と4段があるわけですが、この三脚は3段式。3段式というのはナットが2つでパイプが3つですね。この1段、2段、3段とあるわけで、緩める緩めるということで、この畳む時の手間が4段式よりも少ないということで、素早く伸ばせるというところがポイントですね。持ち運びの長さは4段式に比べてどうしても長くなるというのが、まあ欠点といえばね、持ち運びの長さというところなんですけども、縮長、まあこうした状態の長さが70センチ。で、70センチというのはね、航空機内に持ち込めない長さということで、よく航空機内に持ち込むのに、この雲台を外すという方法がありますね。航空機内持ち込みサイズは60センチ内と決まってるもんですから、こういったスタイルで雲台を今外しましたが、これでどうでしょう。メジャーを使って測ると、60センチ。まあ曲げて測ってもね、この最後は60センチこんな感じなので、私も機内持ち込み実際試そうと思ってこうやって測ってもらうことがあるんですが、結構曲げて測られることがあるんですけども、まあこれだと60センチはクリアしてそうですね。ということで、まあこういった具合で、雲台を外して機内持ち込みをするということをすれば OK ということになりますね。飛行機に乗る前にあらかじめ雲台を外しておくと。そして到着地でまたこうやって組み直すということをすれば、機内に持ち込んで、まあ、三脚を移動することができるということが分かりました。ということで今、足を畳んだ状態から今度ローポジションということで低い位置での撮影の体勢にしたいと思うんですが、その時にポイントとなるのがこれですね。ハライチロック式ということで、最近ライトカーボンもこの形になりましたけど、先にこのカーボンマスターシリーズから採用してたということで、このボタンを押し下げると、このまま足が上がるという形式ですね。カチッとして上げる。カチッとして上げるということで、これね、ものによってはここを押しながら上げるという開脚方式のものがあるんですけど、そうすると、テコの原理といいますかね、ここの支点に対して力点が近いということで、すごくこれが重く感じるんですね。で、重く感じるからといって、ここをゆるゆるにしておくと、三脚を持って歩くと、このままね、足が
ぐっと開いちゃうという問題がありますから、スリップの場合は基本的にこうして持って歩くときに、持って歩くときに足が開かない硬さという締め方をしています。そのため、ある程度硬いわけですけども、そういったときに、ここを押し下げてパイプの先の方を持って引き上げると、軽い力で足が開けられるということなんですね。そしてエレベーター、この分割式になってますから、ここをこのように外すと、ローポジション撮影ということで、一本で低い位置でも対応ができますよという製品なんですね。ポジション撮影も重要なんですけども、通常撮影にもう一遍戻します。戻すときにね、この腹一族式はこのまま足を下げて普通に開くと通常開脚に戻っているということで、従来方式、グランドマスター以来の開脚方式だと、ここの開脚ストッパーが奥に入っているかどうかを確認する必要があるということがあったんですが、それが必要なくなっているというところが最新型というところですね。で、ここにストラップが標準装備されているというのもポイントなんですが、ストラップがですね、ここがこういった形で外せまして、実はね、下のところの、ここのところに、こうしますと、金具と金具を通しますと、ここに、ストラップによる輪っかができます。この輪っかのところに、リュックとかね、カバンを下げることで、これがもうウエイトフック代わりに使えるということなんです。ストラップって結構使わないときブラブラして邪魔だなと。いうことがあるかもしれませんが、これは使わないときもこうしてウエイトを吊り下げるために使えるということでね、よく工夫されている三脚です。そして、この雲台ですけども、SH806NS ということで、ショートハンドルタイプの高精度のスリーウェイ雲台がついています。カメラの取り付けもね、非常にやりやすくって、縦位置にした状態で、カメラ底、ここのネジが見えるようにして取り付けるということなんですけども、こうして取り付けて、さらにこの黒いダイヤル、これが径が大きい。径が大きいということは力がかかりやすいということで、しっかり固定ができますね、ということを考えているわけです。まあ、このように、上位機種ということで、さらに使いいいということが言えるわけですね。今回はスリックのカーボン三脚の上位機種ということで、ライトカーボンが一般向け、カーボンマスターが上位機種ということで、より装備にこだわった製品というところをご紹介いたしました。雲台が高精度タイプの3ウェイ雲台 SH806NS、 そしてストラップが標準装備で、ストラップとしてだけじゃなくてウェイトフック代わりにも使えるというところがポイントなんですね。スリックではこのように様々な製品を出しています。まあ、ぜひですね、皆さんのご要望に合った製品が見つかりますように、こうして田原英一のこのチャンネルで動画でご案内してまいります。ぜひですね、スリック製品いろいろチェックいただければと思います。また現品触って検討してみたいという時ですね、中野の健康時な本社に製品のラインナップを揃えて用意してますので、ぜひ中野のショップの方でも触ってチェックいただければと思います。